初登場から1年後の1989年6月号。ここで企画は一気に車ビデオらしくなり、ベストモータリングの代名詞と言ってもいいつくばバトルがスタートした。注目された FC3S のベストラップは1分12秒81。今となっては2リッタークラスでも軽くクリアできてしまうタイムだったが、当時のライバルとして集まった 1.8 リッターから3リッターまでのバラエティに富んだスポーツカーの中ではもちろん速い方。スターティンググリッドの決め方は今と同じタイムアタックの遅い順だった。そしてバトルスタート。いいスタートを切ったのは田辺スープラ。重量級の2台を抜きトップに出たが、それもつかの間、中谷選手の RX7 がアウトから仕掛ける。1コーナーの立ち上がりでは255馬力のレパートが Z を抑えて3位へ上がるが、中谷 RX7 とのスピード差は歴然。ツインターボで武装したスープラとの差もみるみる広がった。すでに200馬力を超えていたライバルたちに対し、 13B ロータリーのパワーは当時185馬力。この非力なエンジンで速く走る秘密はバランスの取れた前後の重量配分と軽さであったことは言うまでもない。2代目セブンが目指したドライビングスポーツカーの思想はつくばというステージで見事立証された。一方こちらは大立場の土屋シルビア。田辺のスープラをついに追い詰めた。と、当時はドライバーの差が随分とあったことも事実だが、セブンをドライブする中谷選手には全く関係なし。本気で追い上げる土屋シルビアをよそに独走は続いた。そしてチェッカー、勝ったのはセブン。しかしリザルトにタイムが入っていないことからも分かる通り、当時のバトルは同クラスでの対決が成立するほどの車種がなく、単なるエンターテインメントとしての意味が強かった。89年の11月号では当時限定発売だったアンフィニのサードバージョンが登場。セカンドバージョンからの変更点としては、まず足回りのブッシュ類を強化、加えて55タイヤの装着により路面への接地感が一段とリファインされた。そして室内にはレーシングタイプのフルバケットシートを採用。さらにエンジンは205馬力から215馬力へとパワーアップされ、一段と走りを重視したモデルへと生まれ変わった。アンフィニのつくばラップは6月号の GTX と変わらない1分12秒台。そこへついに最強のライバルである R32GTR が登場。セブンとのラップ差は GTR が約2秒半ほど速い。そして他のライバルたちも確実に速さを身につけ始めていた。スープラ、ランサーエボリューションのルーツともいえる三菱ギャラン VR4、 そして日産からは新しくなった 300ZX など手強い連中を相手に、いざバトル。グリッドは相変わらずタイムアタックの遅い順。さあスタート。バカ野郎。1コーナーにトップで入ったのはアウトから侵入の OIZ。 土屋選手のアンフィニは GTR の先行を許すものの、コーナリングの良さを生かしてこれを追撃。GTR非常に速い。速い。ガンさんが後ろから来てる。
抜かれる。黒沢スープラ、これで3番手。2周目に入り、依然トップは中谷 GTR。 その後ろでは土屋 RX7 がガンさんのスープラになんとか食らいつく。タコのバカったれた後やや。タコとは当時の副編集長大井のこと。ガンさんの前を走る Z をドライブするが、コースをはみ出し土を撒き散らしていたのだ。バトルは4周目を過ぎて、いよいよラストスパート。しかし中谷 GTR の速さにはセブンを含めたライバルたちも全く歯が立たない状況。そしてチェッカー、GTR は他を圧倒するタイムでバトルを制すが、ここから打倒 GTR の開発合戦がスタートすることとなる。そして90年12月号では4代目となる RX7 アンフィニが登場。走りへのこだわりが随所に感じられる中で、特に注目なのがフェラーリ F40 にも標準装着されていたピレリ P0 の採用と LSD がトルセンになったこと。また3代目で不評だったフルバケットが今回はシートバックを約2度調整できるようにもなった。エンジンはもちろん 13B ターボだが、馬力はサードバージョンと同じ215馬力のままだった。当時のライバルたちがこぞって280馬力へパワーアップする中、セブンはパワーでこそ劣っていたものの、その弱点を軽さでカバー。結果パワーウェイトレシオでは遜色のない範囲でとどまっていた。というわけでまずは04対決、手っ取り早く3台並べてスタートだ。いいスタートをしたのは清水スープラ。おーっと、スープラ出てきた。この辺から伸びるぞ。セブンとゼッケンがぐんぐん伸びて団子でゴール。スープラなかなかの速さ。結局 FR 勢のタイムは横並び、 4WD の GTR は別格といった結果だった。現在車が軽ければコントロール性にも優れるはず。ここでは定常円テストを見てみよう。心を使って、旋回します。2周目を過ぎてこれからドリフトに入ります。さてここでドリフトに行きましょう。少しアクセルを多めに踏みます。ギアがスキッとしますね。これをアクセルとステアリングの連携プレーで、コントロールします。非常にこの辺アクセルのレスポンスがいいですね。ステアリングの修正もコントロールは楽です。このタイヤはピレリの P0 履いてるんですが、これも非常に限界の、ダンピングが良くてコントロール性に優れていると言えます。そして FR 同士の戦いに絞った恒例のバトルでは Z とスープラが相手。いい挙動だな、バランスが良くてさすがに RX7。 Z なんかに負けてたまるか。結果は Z に敗れはしたものの、ラップタイムでは1番時計を記録。扱いやすい FR としての存在感を大きくアピールした。ではキャスターのフィーリングを聞いてみよう。乗って面白いってのはセブンじゃない？うん、それはもう大ピンポン。もう1600、1800クラスの感覚で振り回せるし、扱える。やっぱ重量速くもいいから、振り出してもこの
使用慣性が小さいからね、うん、すごく手の内でコントロールできるから、ね、そもそもやっぱり車重軽いですからね、うん、だからステアリングに対して1500キロ1600キロの世界じゃダメですよね、うん、ステアリングに応答性がいいですよね、うん、切っても流れても当てても、うん、どれを取っても全部反応してくる、その代わり失敗するとその、うん、そっちストーン出ちゃいますけどね、だからそれさえ癖さえ分かってれば、うん、セブンが一番面白いんじゃない、うん、92年1月号で登場した新型 FD3S は究極のスポーツカーを求めるため旧型に対して40ミリ低く40ミリ短く70ミリワイドに変身、ここまでなら3ナンバーブームの外見チューンとも考えられるが、エンジン全高を50ミリダウンし、フロントオーバーハングを125ミリ短縮、タイヤもブレーキも大きくなり、エンジンパワーも上がっているにもかかわらず車重が増えていないという、このスペックに目を通しただけでマツダのこの車に対する意気込みを感じることができる。コスモと同じシーケンシャルツインターボで武装したツーローター 13B は旧型よりプラス50馬力のパワーとプラス 2.5 キロのトルクを発生、レッドゾーンも1000回転上の8000回転まで引き上げられた。ど真ん中に配置された大きなタコメーター、ドライバーを包み込むようにレイアウトされたタイトなコックピットは以前より数段クオリティアップされた。シートは全車同タイプのバケットシートだが、タイプ R にはラックススウェードが使用されており、バケットのホールド性をアシストしている。リアシートとトランクスペースはご覧の通り狭い。ニューセブンの思想から少ないスペースは6リットルの燃料タンク容量アップに使ったようだ。まずエンジンで変わったところはですね、中速のピックアップが良くなりましたね。中低速、今までは回転が上がってないと本当になんかシフトミスしたんじゃないかっていう厳しい言い方をするとね、シフトミスしたようなレスポンスのなさがあったんですけども、今回のモデルは結構しっかりアクセルがついてきます、6000から上のフケの悪さ、それから3000から下の、まあ4000から下かな、3500、4000から下の、レスポンスの悪さっていうのが良くなって、もう全域で今までの一番おいしいところだったような加速をしてくれるという、これは実際に速く走ろうという時でも非常にありがたい特性だと思います。今までのセブンはシフトがなんか入り口で引っかかるような変なフィーリングがあったんですけども、それが非常にしっかりしたいいフィーリングになりましたね。あとドライビングポジションが良くなったんだろうな、シートだけじゃなくてドライビングのに関する全ての配置、まあこれはアイポイント、それから視界にも関係してくると思うんですけども、それら全てが走るのに好都合な状況で組み立てられているんで、そのせいで疲れなくなったのかもしれないですね。ワインディングでの評価は上々では、動力性能はどうかということで、04バトル、まずは旧型アンフィニー4と対決。当然旧型より速いだろうけど、果たして100万円高くなった分速くなっているのか、両者いいスタート。え、何？いい勝負だ。いや、全然ニューセブン早い。ぶっちぎりでゴール。続いては GTR との対決。パワーウェイトレシオでは GTR を上回るだけに、この勝負わからない。勝つのはどっちだ。スタート。
正面から見るといい勝負も、横から見るとご覧の通り、やっぱり GTR にはかなわない。お次はスラロームバトル。ハンドリングの軽快さとフルターンでの取り回しの良さが求められる新種目。まずは新旧セブン対決。発進加速でニューセブンがリード。スラロームも安定して速い。アンフィニ4、全く歯が立たず。さあ、GTR 対ニューセブン。このコースでは重量配分50対50のセブンが圧倒的に有利か。いや、GTR も速いぞ。しかし、フルターンで差をつけられて RX7 が先行。RX7、そのままゴール。そして迎えたバトル。04やスラロームでの評価が高かっただけに、ニューセブンにはかなりの期待が込められた。バトルに参加した台数は全部で10台。ライバルとしての注目はデビューから1年経った NSX。 1コーナーを立ち上がって S 字、早くも黒沢 RX7 がトップの桂ランサーを捉え、アウトから勝負。あっという間にガンさんトップ。ニューアレックス7、速い。みんなが苦労してる。逃げる黒沢、追う清水。どうやらこの勝負、集団から抜け出した黄色い2台の一騎打ちになりそうだ。トップを行くのはガンさん、アレックス7。ちょっとタックインが多いな、この車。おっと、ガンさん、シフトミスでハーフスピン。ちょっと今は失敗してるな。清水君、待ってやろうか。黄色い2台の差は約 1.5 秒。3位のドリドリはそのまた約5秒後方。あ、ハンダーが強い。ポリポリ。ちょっと真面目に走んねえとこれは追いつかねえぞ。頼むぞ GTR。 さあ、トップはファイナルラップへ。2台の差は依然2秒弱。このままガンさん RX7 が優勝しそうな雰囲気。さあ、土屋 GTR は何してる。NSX で離されていくからね。両方とも一級品のドライバーだからね、清水さんもガンさんも。だからどっちがどっちっていうことはまずないと思うよ。ドライバー両方ともいいから。すごいな、セブンってのは。そして最後のストレート。清水 NSX、 ここまで離れてはもはや勝負あり。結局順位は変わらず、ニュー RX7 がトップでチェッカーを受けた。バトル結果とベストラップはご覧の通り。これを見て気づくのは、この頃から国産車の中でも速いクラスが確立され始めてきたということ。そんな中で NSX を抑えてセブンがバトルを制したのには、正直言ってキャスター全員がびっくり。ではその辺の裏付けをこの号でテストを担当したガンさんにまとめてもらおう。
1トン200台と言われてる重量、それとそれに値する GTR を超えてると言われてるパワーウェイトレシオ、その辺が結局速さに結びついてると思います。で、あとハンドリングを分析しますと、フロントの操舵感、センターからこう切り始まってちょっとリニアじゃないとこ接地線がちょっと多すぎるのと、サスペンション、これちょっと分析してみないんで分かりませんけども、とにかくタイヤからボディに行く間、まあいろいろあります。サスペンション、アームもありますし、ブッシュもありますし、ダンパーなんかもありますけども、その辺の剛性が いまいちかなと、ちょっとこうヨーあるいは G でもいいですけど、その変化があった時にちょっとこういう動きが出てしまう、まあ後ろもちょっとみたいなところもありますね。ですからまあ、僕は厳しく見ましたけども、そういうところがちょっと感じるだけで、当然、さっきの映像の通り、コーナリングも早いし、コントロール性もそんな悪くないですから、素晴らしい車には違いないです。FD のデビューから1年後に300台限定の RZ が登場。パッと見ではガンメタのホイールになっているぐらいで強烈な印象はないが、理想のロール特性を実現するためにダンパーは新設計された。タイヤはハンドリング特性向上のために構造・材料が変更されている上、軽量化が図られた RZ 専用設計のピレリ B0 を採用。そしてミッションおよびデフマウントの強化に加え、4.1 から 4.3 へ下げられたファイナルギアレシオにより、ダイレクトな加速とレスポンスの向上を実現した。室内はカーステレオどころか灰皿もシガーライターもない超スパルタン仕様。またシートはレカロのフルバケットで、もちろん超軽量のカーボンケブラー製。しかも嬉しいことに4段階の調整機能までついた。に集められたのはベースモデルであるタイプ R とヨンクチャンプの GTR。 さあ3台でバトルだ。おっとガサン、スタートいまいち。あっという間に GTR が行く。イン側の OE7 にも遅れた。ガサン RZ、 あっという間にビリ。パッシングポイントの少ない筑波でのスタート失敗は痛いぞ。あ、おいおいおい、邪魔だぞ。ちょっと寄せてしまったよ。さあヘアピンで勝負か。いやこれは無理。タイプ R も互角。今度はダンロップブリッジ。なんとここではタイプ R が速い。ガンさん RZ、 何か作戦があるのか。これでついてきやれ。2ヘアピンからは立ち上がり加速勝負。軽量化とギア比変更の効果はどう出る。 RZ 速い。最終コーナー入り口でインを取った。しかし多いタイプ R がアウトで踏ん張る。抜けない。これは予想外の展開。コーナーごとに中や GTR との差は詰まるが、目の前の多いタイプ R が抜けない。もう3人とも大マジ。さあ RX7、 有利なインフィールドに入ったぞ。おっと中谷 GTR 突っ込みすぎ。 RX7 軍団すかさずいいえ。しかし立ち上がりがつらい。よし2ヘアピンだ。届かず。ちょっとそれより後ろ、ガンさんがべったりくっついちゃってるよ。大井くん、さあ注目は後ろ2台。黒沢 RZ まだ抜けない。この
のまま3周終わっちゃうのか。あ、このこれを出しちゃいけないで、これは。よし、女失敗した。ファイナルラップ1コーナー、ついに黒沢 RZ が2位へ浮上。さあ GTR を抜くことができるか。コーナーで詰まって立ち上がりで離される。これはコーナリングスピード命のセブンにとって最悪のパターン。こうなるとギア比が低く立ち上がりが鋭い RZ の方がタイプ R よりも有利。さあガンさん、あとはよろしく。邪魔だよ。よし捕まえた。しかしチェッカー GTR トップでゴール。3台全くの団子。早速この結果をガンさんに分析してもらおう。RZ と R っていうのの差なんですけどね、うんうんうん、みんなやっぱり300台限定でああいうフルバケットがついてきてると、やっぱりタイプ R よりも RZ の方が全然速いんじゃないかっていうイメージを持ってたと思うんですよね、うん、しかし単独走行でいくともう1秒だからね、タイプ R の方が速かったどういうコンセプトで作ったかっていうのをいまいち聞いてないけどね、うん、速さという意味でスポーティーさを出すんだったら、うん、タイヤチョイスを間違ってる、うん、で軽さこれはいいやね、ええ、それでギアレシオを低くしたこれもいい、うん、でそれが生きてこないんだよ、うん、だから単純に、2コーナーをもし同じに立ち上がった時なんかはその差が出て少しは速いんだけども、うん、コーナー結局ブレーキ早く踏まないって、ね、スタートも遅いコーナリングスピードもそうで単純にコーナリング性能だっていう最終コーナーなんかはやっぱりタイプ R の方が全然速いですよね。だからその何かタイヤまでをね、軽くしたっていうことで、インフォメーションしてるらしいけども軽くしていいとは思わないんだよな。タイヤとタイヤの働きはもっと運動性能スポーツあるいはスポーティーカーっていうのは運動性能を重視するんだから、うん、それがまず第一に来なきゃいけない。それを考えずに軽くしたからってさ、結局軽くしたレシオを下げた運動性能を良くしてバケットシートなんかもして、それが速さに結びつかないっていうのはどう考えたって理解できないし、うん、無駄なことだよ。そうすると、うん、今回の RZ に関してはオタク車だ、うん、そう全くそうオタク車以上93年 FD はマイナーチェンジによって2型へと進化。そのベースモデルとなるタイプ R にはオプションで17インチのエクスペディア S01 が用意され、メーター周りも一新されたが一番の注目点は足回りにあった、今回のセブン最大の変更点はですね、下回り、この剛性アップですね。で見えるところってのはまあ数少ないわけですけども、これ両側に結局このリアのメンバーと、こっちが前と支えてる、だからこの動きっていうのがねを減らそうっていうのかなと、剛性アップかなとですけども、これが限界走行でどのぐらい効いてくるんだろうかと。でこれが良きゃみんなつけた方がいいですよね、旧型のオーナーはね。見た目なら絶対17インチ、しかし性能的にはどうなのか早速試してみた。加速性能はどうか。トラクションは確実に17インチが良くなっているはず。しかし4輪とも太く重くなっているから走行抵抗は17インチの方が大。計測はスタートの違いを見るために0-50のタイムも測ってみることにした。結果は両方とも16インチの勝ち。だけどクラッチのキャパを上げて極太タイヤのトラクションを 100% 生かすことができれば
16インチに負けることはないだろう。続いて150キロからの制動距離をテストしてみた。ここでは17インチが若干短い距離をマーク。120キロから旋回制動いきます。だいたいこの辺でダガー効かなくなりますね。でブレーキを戻してやらないとインには入っていかないと。16インチはリアのブレーキが速く、17インチとは逆でスピン方向の挙動が出てしまう。前後のグリップバランスで考えるとリアの3サイズアップは正解と言える。一方タイプ R をベースにした RZ は RX7 の誕生15周年を祝う150台の限定モデルとして発売された。ではここでマイチェンモデルの実力をチェック。まずは04対決で新旧の動力性能を比較してみよう。新型が引き離す。ちょっと旧型遅いかな。続いては17インチの RZ にタイプ R の17インチが挑む。スタート。ああ向こうの方が早い。スタートでパワーが加わり気味のタイプ R に対してファイナルが変わった RZ は全然 OK。 結果は四駆とミッドシップにはかなわなかったものの RZ が3番手をキープした。すごくね、あのターボのピックアップいいし、あのエンジンのレスポンスが良くて結構速かった。トラクションのかかりも悪くない。そして迎えたバトル。前4台を新旧の RX7 が固め、後ろは国産の最速軍団というグリッド。 RX7 がどこまで行くか。スタート。天までもチーム RX7 の敵に回ったか。路面はウエット。四駆が断然有利な状態。さあジャンプアップしたのは黒沢 RZ と小畠 GTR。 おっとカウンター、4番手が出ちゃった。トップ3台は新型 RX7、 その後ろに小畠 GTR、 カズラ NSX が割って入る。あらあらあら、もう来ちゃってんのねえ。いくらなでも早いんじゃないよ。ちょっと黒沢 RZ 立ち上がりの良さを生かしてトップに浮上。前よりは安定はしてるよ。前後の17インチ RX7 に対して16インチの土屋タイプ R、 コーナリングではちょっと辛いかな。慎重に慎重に行くぞ。トップに躍り出た黒沢 RZ、 3番手の清水タイプ R に小畠 GTR が迫ってきたぞ。いけー、銀攻撃、アート攻撃、幅寄せ食らっちゃうな。誰だこれ。誰だって、あんなブロックをやってのけるのはこの人しかいません。出た、極悪しんちゃんの必殺ブロック。寄せる寄せる、アウト。 GTR ブロックするか。もうエグゾーストランプがついちゃってる。これは国産最強軍団には一番嫌な人がブロック役に回ってしまった。さあ小畠 GTR、 カツラ NSX どう出る。この立ち上がりよりよいしょ。アウトから仕掛けだ。どうだ、これはいかれたか。うわストレートが違う違う。
やっと。清水大井の2台はエキゾーストランプ点灯によるパワーダウン。これが出ちゃうとセブンはおしまいだ。土屋タイプ R は大丈夫か。 GTR が抜けないんだよ、セブンは雨の日に。ちょっと考えらんないね。バトルは結局ガンさんの乗る RZ が勝利。2位にも土屋選手のタイプ R が入り、RX7 のワンツーとなった。またガンさんによるタイムアタックでも RZ は12秒台を記録し、1型でオタクチューンと言われた汚名を返上することに成功した。タイプ RZ のセカンドバージョン登場から1年半、 RZ がサードバージョンへと進化。変更点としては17インチ対応の大型ディスクブレーキが採用された。ではドリフトインプレッションから見てみよう。いいねセブン、ほんといいよこりゃ。今までの RZ で何ら不満はなかったんですけどね、さらにブレーキローターを大きくしてくれるっていうのは、これは我々にとってはすごい嬉しいことですよ。安全がさらに増えたようなものですからね。しっかりしてるな足も。ブレーキ抜群にいいね、この制動力は。抜群のコーナリング性能が分かったところで、お次は動力性能。スープラとの04対決で見てみよう。RX7 スープラを抑えた。そして剛性の上がった NSX と R33 へとモデルチェンジした GTR を交えてのバトルでは、持ち前のパフォーマンスを発揮と思ったら、あー遠い、あ、なんだ、なんか外れたぞ。とりあえずね、ここでは実力を出す前にリタイア。しかしバトルに先立って行われたタイムアタックでは予想以上のパフォーマンスを発揮し、最速の FR としての存在にますます磨きがかかった。コンパクトで軽量であることを武器に BM バトルを戦い抜くにも限度がある。そこで96年に登場した3型は10馬力アップの265馬力へとパワーアップするも、同時にライバルたちの進歩も目覚ましく、セブンも歯が立たない状況へと追い込まれた。そして99年、ついに280馬力のパワーを手に入れた5型がデビューした。今回のマイチェンでグレードは3つに絞られた。280馬力のユニットが搭載されたのは RS と R。 ベーシックモデルの RB は従来通り265馬力である。最上級モデルがこの RS。 ディメンションに大きな変更はないものの、大型化されたフロントコンビランプや前後スポイラーの変更などで静観さをぐっと増している。特に4段階の角度調整可能な水平翼は、見た目だけでなく実際にダウンフォースを発生させる優れものだ。フロント開口面積は大幅に拡大、吸気温度も専用通路を設け最大25度も低減、ラジエーターコアも厚くなり熱対策は万全となったはず。さらに注目したいのが足回りである。限界域での優れた操縦安定性と質感の高い乗り心地を両立させるため、タイヤを含めてリセッティング、ステアリングの昇形化、新デザインのメーターパネルの採用など、新しいセブンはさらにスポーティーになった。もう一台の280馬力がタイプ R。 16インチタイヤ、専用ブレーキローター、サスセッティングなどが RS と異なる。
ということで、まずは280馬力になった5型と265馬力の4型の2台をパワーの差が出やすい恵比寿東コースでタイマンバトル。バトルは2周スタート。出足は新型が一歩リード。馬力が多いからって遊ばないでどんどん行っちゃってね、ガンさん。さあどうだ新型、ここねの設置性の良さだな。ドタバタだねこの足は。早くも離される RZ、 中谷さん頑張ってよ。この辺安定してるよ。ブレーキ性そのものはね変わってないかな。ただその設置してるんで結果ブレーキも良くなってるよ感じるけどな。ここのトルクだよな、これだよいいのは。相変わらず急激にリバースしてっちゃう。最終コーナー手前で黒沢 RS 大量リード。中谷 RZ はインにつけない。さあ上りはどうだ。この上りがいいな。もうどんどん離れていくよ。一周で勝負あり。新型が旧型に大差をつけてバトルは終了。もう全く話にならないね。恵比寿の試験に今立ってますというのはやっぱり荷重変動した時に新型は設置性が良くなってるって僕は感じたんですけど、どうですか乗って姿。僕もね今乗ってびっくりしたんですけど、ここ、このなんていうんですか、この縁石、すごい荒れてるじゃないですか。これ乗っちゃった時の車の乱れ方が全然違いますね。それでもちろんエンジンがいいな。エンジンはねやっぱピックアップ全然いいし、トルクがガーンってきます。回転全部拾ってないんだけども、3速か2速にして2速からグーンと立ち上がった頃5000ぐらいか、そうですね5000か5000、あの辺のトルクがすごく良くなって、それでそのトルクが強くなったのをトラクションとしてまず伝えてるな。ちょうどあのスプリングとダンパーが、まあ、2割ぐらい柔らかくなってあの動くようになってるらしいんですよ、でちょっと区間タイムですね、計測してもらってるんですけども、1ヘアピンこれ下りでかなりきついと、ブレーキと出たところの上りの、トラクションのかかり方というそこだとコンマ3秒も、それでここはねもっと本当は強く感じる。乗った感じですごいもっと差があるあの複合でグーンと入っていくとこ、新型入ってきやすいもんな、ただあの旧型の方は車ちょっと軽いんだよ。RZ で2シーター仕様で、シートもバゲットのカーボンのやつなんで、だから重さの差が少し相殺する意味で出てるかもしれない。だろうな、今回いろいろ変更内容を見るとその特に冷却系がかなり力入ってるみたいなんで、とりあえず一発がもっと速くなって、でそれが今度夏場に向けて維持できるかどうか、これいろいろこれが楽しみではありますよね。だから足だとかね動力性能はまあ少しずつは上げてって、その技術であれだろうけども、冷却系のさ開口部なんてのは最初からやれと、そんなな何人も今更しゃべってね。まあそれでもできたんで、まあ、評価します。ライバルたちも交えて動力性能をチェック。まずはセブンの RS とスープラ対決。今回のスープラはトムス自慢のホイールダンパーユニットアドボックスを装着した RZ プラスブレーキパッドがトムス製に変更されているだけで、それ以外はノーマル。足回りのみをチューンしたスープラの戦闘力はどこまでアップするのか。スタート。出足は軽いセブンか。かなりホイールスピン多いな。まるで飛行機のように。セブン早いね。スタートのマージンを保ってセブン。続いてはミドシップ対 FR。
国産最速の頂点に立つ NSX タイプ S0。 ニューセブンがどこまで NSX に迫るかが今回の見どころだ。スタート！ NSX 痛恨のホイールスピン。それでも速い。やっぱりちっちゃならないかな。ミドシップの貫禄で NSX の勝ち。さあ、二輪駆動のチャンプはどっち？これタイヤ太いですからね、トラクションもかかると思うんで、NSX に勝てるかどうかやってみます。やっぱりミッドシップの NSX は最初のスタートが勝敗を左右すると思います。この2台パワーウェイトレシオ、トルクウェイトレシオともほとんど同じ。勝負の行方は。うわ、いい勝負だ。お、 NSX に勝てるか。うわ、いけ。やったー、勝った。NSX 敗れたり。04チャンプ決定戦はこの2台。いや、04でちょっとランエボに勝つと非常に厳しいものがあると思いますけども、まあ、データ的にそんなに差がないんでね、まあ、どれぐらい積まれるかやってみます。まあ、この決勝戦はですね、いくらセブンが速くなったといえどもですね、こっちは四駆ですからね。まあ、スタートでパーンと出て、あとはまあ向こうの伸びもありますけど、そのスタートのアドバンテージを最後まで持っていくという展開でしょう。負けるわけにはいきません。スタート！やっぱり出足は四駆断然有利。出足の分はどうしようもないな。どこだセブン、どこにいるんだ。来た。何やってんだ君は。なんと驚異的な追い上げでセブン優勝。あれ、スタートであんなリードしたのに。うそー。ゼロ四トーナメントでは勝ったものの、タイム的には4位に甘んじたニューセブン。しかしそのタイム差はごくわずか。ここまでのテストで明らかになったトータルなレベルアップを考えれば、バトルを期待せずにいられない。パワーウェイトレシオ順に決めたグリッドもトップを狙うには好位置。担当ドライバーの土屋選手にも気合が入る。いよいよバトルスタート。ロケットスタートを決めたのは土屋 RS。 NSX の前にすかさず入る。外側からはランエボもやってきて、1コーナーは今回もやっぱりデインジャラスな超団子状態。ガンス危ねって危ねえ。うわ、この人たち狂ってるよ。というぐらい今回のバトル全員気合が入ってます。さあ、改めて各社の速さを比べていこう。速いわ、簡単に追いついちゃうもん。エンジンはノーマルのスープラを2部屋で一気に3台がパース。さあ、ストレート勝負。あー、 NSX が来るな。うわ、まっすぐ速いわ。後ろ2台もドリドリに釣られて結構来てます。この時気温2度、エンジンには優しいけれどタイヤには辛いかも。アンダーっぽいな、最終コーナー。まっすぐ速いな。中谷さん、アンダーだよ。国産最速の2台がセブンに挟まれた。邪魔だな、これ元気。ブレーキポイントは NSX よりも奥。ブレーキバランスの良さが光る。ほら、全然いいよ。これは厳しい戦いだな。ゼロカウンターのランエボ5、絡みながらも前に進んじゃうところがすごい。うわ、NSX 来るな。バックストレートから最終コーナー、 NSX 一気に差を詰める。セブンの速さか、ランエボのプレッシャーか、さっきから無言で超真剣。トップ争いはこの4台。バトルも4周目、そろそろ車に変化が出てもいい頃。ここで行きたいんだよ。コーナリングはもう全然いいね。いつもなら
そろそろ NSX がセブンを捉えてもいい頃。路面温度が冷えすぎてるか。安定したタイムでずっと走れるよ。熱だれは感じないよ、あんまり。最終コーナーも順位変わらず、なんと NSX とランエボの前でセブンがチェッカーを受けた。やられたな。正真正銘セブンが優勝。しかも NSX 相手に後半差を広げたところがすごい。また木下タイプ R の速さも光った。ピュアスポーツの王者です。まさかね、まさか。あの NSX のタイプ S0 ライブ5をね、コーナーで置いていくとは思わなかった。それくらい本当にびっくりするぐらい、最初から出せよこういうのって言いたいぐらいね。これは本当にピュアスポーツだよ、うん。あのバトル前にね、ちょっとこう不安だったのが NSX とライブには置いていかれるだろうな、ただ見える位置で接戦で終わりたいなと思ったの。だからそれがね、ガンさん真後ろに来た時に、あ、もうこれ直線でかわされちゃうんだなっていう雰囲気。ただコーナーが全然引きを取らない、うん。しかも今までのセブンってこう周回重ねていくと、どんどんエンジンが垂れてきたり、足が垂れてきたり、タイヤが垂れてきたりしたり、そういうの全くないんですよね。気にもなんない、5周ぐらいだと、うん、全然もう気にもなんないね。多分 NSX とかランサーよりこっちの垂れの方が少なかったんじゃないかと思う。ブレーキング位置も一緒、やっぱりタイトコーナー、タイヤの運動性を使うコーナーで、少しずつ置いてかれる。で最終コーナーなんかむしろミートシップだから若干速くて、裏のストレートも速いんだけど抜けるまでいかない、追いつくんだけど抜けるまでいかない、で進入でまた逆に離されちゃうんで、それで出口で少しずつ追いついていくけども、また元通りと。でアレックセブンのタイヤがね、新しいタイヤで新しいコンパウンドなんで、まあ今後スポーツカーはこのタイヤの傾向でいくかなと思うんだけども、だからその辺だな。まあ、それにしても FR の RX7 がね、ここまで進化したっていうのはやっぱり十分評価に値する。そして2000年、 FD としては最終型の6型が登場。開発のテーマは操縦性の向上と安全性の強化。中でも改良のメインは乗り心地と操縦安全性の両立を狙った減衰力のチューニングと、電子デバイスの追加などでより細かなコントロールが可能になったブレーキなど、タイヤサイズ、銘柄にも変更はない。そしてもう一台、サーキット専用ともいえるタイプ RZ が2年の沈黙を破ってカムバック。ツーシーター化やフォグランプの廃止、さらには軽量設計の専用 BBS アルミホイールの採用などで、トータルおよそ10キロの軽量化に成功。ハードな足回りとの組み合わせで歴代セブン史上最強のモデルを目指す。では早速新旧 RS の違いを混ぜてチェック。スタートはほぼ互角だな。おお、互角だな。これどうやって行く、この狭いとこ。うわ怖え。旧 RS とツッコミ勝負。ちょっとごめん。ラインは1本しかないマゼの1コーナー、ここは山下選手が引いてくれたみたい。うわ、フラフラしてるよこれ。ほぼスタートいい互角だな。新旧バトルにはちょうどいいスタートだったな。新旧の差は EBD と足回りのみ、勝負はこれからだ。おお、いいよ、しなやかで。ちょっとこのシフトチェンジのためにフラフラするもんな、ちょっと気持ち悪いなこれ。さあ、トータルバランスが問われる Z コーナー。あ、ブレーキングいいじゃない、これすごい安定してるよ。うわ、ブレーキングでこんなに流れる。タクシェンの走りを見ると、やっぱ EBD の効果はありそう。ハードブレーキですごい安定してる。
さあストレート勝負。おっとこれは痛い。うん、いいバトルだよ。ほぼ変わんないんじゃない？タイヤのグリップはいいんだよな。この曲がりながらのブレーキングが安定してるよ。こういうのは街中のワインディングなんかでもすごい有効だよね。曲がりながらのブレーキングで姿勢が安定してるってのは。これちっちゃいタイトコーナーは旧型早いね。ヘアピンのブレーキングで山地号が来た。しかし旧型 RS 追いつけず、タイムアタックの結果もわずかな差だが新型がリードした。ブレーキングがすごい安定してますねこれ。そうですね、後ろから見ててもやっぱ安定してる、うん、僕ねスタートしていけると思ったんですけど、あそこでねちょっとステアリング上げた時にちょっと車ふらついて、はい、フルブレーキングするとタカさんの行きそうになったから、それでちょっとねビビった。それでやっぱりちょっとね、これはねなんか ABS のなんか後ろにもなんか EBD っていうシステムが、まあそれが有効なんだと思うんですけども、あの高速機関のブレーキングで打角をちょっと当ててる時のブレーキングで一番その不安定な状態で、特にこれあの突っ張った仕様じゃなくてとんがった仕様じゃないんで足柔らかめですけども、それでもねちょっとこうロールしながらでも車を押さえてくれるんですよ。抜群に良かったです、うん、後ろから見ててもね、あの下りのブレーキングなんか僕の車はフルブレーキングするとバンプしたみたいにその後まっすぐそのまま慣性で流れちゃうんですけど、タカさんこうやっぱフルブレーキングしながら車がしなやかに動いてたんで、うんうん、ちょっとこの辺の雰囲気がかなわないかなっていう感じありましたね。なんで昔のフィーリングでいくとこういうこれぐらいの足の柔らかさでいくとちょっと怖くて踏めないかなっていうような動力でもドーンと踏めちゃいますね。そして迎えたバトルでは同時期に新型となったインプレッサなど国産最速軍団がつくばに集結。グリッドはウェットのため駆動方式別パワーウェイトレシオの逆ポールとなった。この日の路面は超スリッピー。さあバトルスタート。おっとロケットスタートを決めたのはなんと NSX。 ではタクちゃん NSX からリプレイと参りましょう。おいいスタートだ。うわガンさん危なーっとギリギリセーフ。原選手横にはランエボスよ。まず行ったんだけど、うまくは。四駆勢の皆さん、ウェットなのにまだ4番手争いっすか。イン取れれば大丈夫でしょう。大丈夫じゃないよ、トルクがあるよ。やっぱり GTR は。ここは全開にできないガンさん、肉の RZ つらいか。おお、行っちゃった。さあニューインプレッサー、ライバルとストレート加速勝負。土屋 STI セブンの RS より120キロ重いが最終の進入は早い。あ、この辺の最終コーナー全然だいぶ早いね。しかし出口はインプレッサー。土屋 STI いった。このままアウトで粘れるのか。よいしょ、立ち上がりが。ガンさんは無言ドライブの真剣モード。さあ土屋インプレッサー追撃態勢だ。ここは3速は入れらんないね今日は。ガンさん RZ は3速。セブンと競争だ。お、一緒か。はっちゃんは無言っす。この路面のせいか2区と4区のラインが違うぞ。
らはトップのタクちゃん。そーっとそーっとそーっとグリップ走行いいよ。お父さんもそーっと運転してます。結構追いつかないもんだな。しかしそこは GTR、 次の週にはガンサン RZ を捉えた。2位争いは三つどもえ。ここでアンダー出るな。ここで GTR に離される。フロントの接地感はもうちょっと今のところで欲しいよね。山地 GTR 2番手浮上か。ここはガンさん抑える。この3台の戦いは見物だ。さあ GTR2 番手浮上。ガンさんもまだまだ諦めていない。だけどテールが滑る。四駆は速いか。そしてチェッカー、このベストの中バトルを制したのはなんとミッドシップの NSX。 FR の7も大健闘の3位だった。ガンさんがニュー RX7 で結構頑張ってましたね。あの服部の子のとこを比較したんだけども、本当はドライでやりたかったんだよね。うん、でも FR でね、雨の中であの動きやったらまあいい方だし、これでドライになればね、間違いなく RG が一番速いと思う。ということでやりました、筑波のドライバトル。映像は2002年の4月号最強の車選びの中の最速車決定バトル。セブンにとっては外車勢の2台に加え国産のライバルは全て4駆という少し辛いシチュエーションだった。はい、ポルシェターボが抜かれることないと。しかもブレーキングもいいときたもんだ。やっぱりトラクションいいよね。コーナーは決して遅くないんだけどね。こういうバトルとかタイムアタックになるとパワー勝負になっちゃうね。トルクの出方だろうね、置いてかれるときって。パワーじゃなくてこうコーナーで詰めるって気持ちいいでしょ。これがスポーツカーですよ。そしてチェッカー、確かに結果だけを見れば最下位の成績だが、タイム的には値段が4倍近くする車のコンマ5秒落ち。これがセブンの実力だ。2002年夏、 RX7 はその使命を後継の RX8 へとバトンタッチ。ロータリーロケットと呼ばれ親しまれた独自のスポーツカー路線は幕を閉じるが、ベストモータリングはいつの日か再びセブンが筑波のベストラップを塗り替えてくれる日を願ってやまない。